大阪市立平野小学校は大阪府大阪市平野区にある公立小学校。学生発布の年でもある1872年に創立した小学校で大阪市平野区平野地区では最も古い歴史を持つ小学校である。また当時の住吉郡全域でも最も早い時期に開設された小学校でもある。江戸時代に同地を支配していた。 下宇佐国古賀藩人屋敷の跡地に築かれた。近隣にあり、同校卒業生の進学先でもある、大阪市立平野北中学校との小中連携の取り組みを進め、大阪市教育委員会から小中一貫教育の研究指定を受けている。1872年の学生発布に伴い、平野泥堂町240番地古藩人屋敷跡に、 第3大学区第3中学区住吉郡第1学区小学校が開設された。開設当時の通学区域は、平野里の七町のほか、住吉郡今林村、新在家村、今在家村、中野村、砂子村、高井村,村、湯野屋島村、渋川郡倉造村、小学寺村、四条村、大地村、伊賀川村、 西足台村の計7町13河村となっていた。なお当時の高区の7町13河村は、後年、町村政治史による統合により、住吉郡平野豪町の全域、北下良村の大半、南下良村の全域、及び渋川郡上村の一部、辰見村の一部となった。その後1874年6月、高井村を高区から分離して、 住吉郡第3番小学校を設置した。また同月には中野村、湯野屋島村、砂子村を分離して、住吉郡第4番小学校を分離した。1875年5月には今林村、新在家村、今在家村を校区から分離し、住吉郡第8番小学校が開校している。住吉郡外の六ソ村を、 校区から分離した正確な時期や経緯については平野小学校の遠隔詞でははっきりしないと記されている。一方で、軍外の村を校区とする小学校が1873年から1875年に相次いで創立していることから分離はその前後であると推定される。渋川郡第一村に1875年、堺県河地国。 第51番小学校が設置されている。また、渋川郡、倉作村には、堺県渋川郡第36番倉作小学校が1873年に設置され、渋川郡小学寺村には、堺県渋川郡第150番小学寺小学校が1874年に設置されている。倉作、小学寺の両校は1887年に、 合併し、現在の大阪市立上小学校となった。平野小学校は、教育制度の変遷により、明治時代中期には、平野人情小学校となった。1887年には、敷地内に、東成郡熊田高等小学校を併設した。東成郡平野豪町、北くだら村、南くだら村、田辺村、切れ村の5が、町村組合で運営され、後に、 中郷地郡上村、辰見村も組合に加入している。熊田高等小学校は1924年に平野神城小学校と合併し、平野神城高等小学校となった。高等科は1931年5月23日に大阪市平野高等小学校として分離し、独立校舎に移転した。また、明治時代後期には裁縫学校や、 実業補修学校なども小学校敷地内に併設していた。裁縫学校は1906年に設置され、1926年に大阪市平野家政女学校へと改編された。家政女学校は1931年、平野高等小学校の独立校舎内へ移転した。家政女学校は、その後1944年に、何は女子商業学校へと吸収され、 統合先の何和女子商業学校はさらに大阪市立東商業高等学校へと吸収されている。大正時代後期から昭和時代初期にかけて児童数が増加し、二部授業なども実施していた。1938年には従来の校区を分割する形で住吉区平野西脇町平野高等小学校敷地に大阪市平野第二尋常小学校を設置した。 平野小学校からは児童1026人が平野第二小学校に転出している。平野第二尋常小学校の開校に伴い、従来の平野高等小学校は現在の大阪市立用を中学校敷地へと移転している。1934年9月21日の室戸台風では木造校舎が倒壊し、児童4人が死亡し、児童の重軽傷者28人。 教職員の重軽傷者5人を出す大きな被害を受けた。被災した校舎は鉄筋校舎として復旧している。1941年には国民学校令の施行により大阪市平野国民学校へと解消した。太平洋戦争の戦局を反映して軍国主義的な教育が強化され当時モデル校として体連科の公開授業や資学による学校視察、 軍人援護教育指定校への選定などが行われた。1944年9月18日には学童集団疎開が実施され、南河内郡とんだばや市へ児童568人が疎開した。集団疎開は終戦直後の1945年10月23日まで続けられた。学生改革により、1947年に 大阪市立平野小学校となった。また一時期、新生大阪市立東住吉第二中学校に校舎の一部を貸し出した。地域の児童の増加により1960年には、平野、平野西、切れの各小学校の校区を再編して、大阪市立平野南小学校を設置し、平野小学校から児童219人が転出している。1950年代初頭には、 体育教育の研究に力を入れた。また1960年代半ばには、文部省より、算数科の研究校に指定され、図形指導を中心とした研究を実施した。また1960年代後半より1970年代初頭には、学校給食指導の研究にも、重点を置いていた。ありがとうございます。